ボーダー着てる女子巨乳多いと思います。今回は GU の新作アイテムを紹介していこうと思います。じゃあスタミネル撮影、はい、気になるアイテムトップスを3点紹介していきます。2点が新作アイテム、1点がめっちゃええやんってなって別の色を買い足したアイテムです。どれもコスパが異常なくらいいいアイテムですので、ぜひ皆さん参考にしていってください。でこのチャンネルが低身長でも低コストでかっこよくモテるようになるための動画を作っております。ぜひチャンネル登録お願いします。では本編多少かゼロ神津の嵐シャシャ、今回紹介していくアイテム1点目がこちらです。でお名前がスリットロングシャツのチェックでございます。見てこのチェック、ちょっともうオーラリーやんオーラリーっぽいやんと思って気持ちなんだけども、自由です。カラーがベージュとブルーの展開で、ベージュがアイテム単体で見たらベージュの方が可愛いんじゃねって思ったけど、僕は一旦ブルーにしました。ベージュはあんまり似合わなかったよ。でサイズが S サイズ、 S でこれはいい。あ、で、お値段が2490円です。そう、悪魔の数字。アイテムの特徴を見ていくと、かなり生地がですね、見た目よりね、分厚いよ。ほんまに。だから、あんまわからんか。結構ね、分厚いです。なんで、シャツというよりかは、シャツアウターに近いような質感でございます。で、今、全店舗展開されている、イージーケアシャツよりも結構生地分厚いんで、ほんまに秋冬って感じの服でございますね。見た目はほんまなんかめっちゃサラリーとしてて、薄そうやなと思うけど、結構ね、分厚い生地でございます。で、ボタンも、ちょっと気持ち大きめですね。普通のシャツのボタンってさ、見たら、こんな感じなんで、気持ち、まあ、黒やからキュッとしてちっちゃく見えるけど、気持ちね、大きいです、ボタンが。僕の小指の爪とほぼ同じぐらいなんで、サイズ知りたいって方は以上、僕の小指の方の爪を送らせていただきます。で、後ろにも、タックが入っておりまして、で、一番の特徴はこちらですね。着丈がドーンと長くて、スリットが入っています。スリットがね、深く入ってます。ちょうど僕の、手首までの、サイズ感なので、サイズ感知りたい方は僕の手首の方を送らせていただきます。結構深く入っていて15-16センチぐらいのスリットが入っていますね。もしかしたら20センチあるんちゃうんかってね、サイズ感で、ございます。この 500ml のペットボトルがこんな感じなんで、ちょうど 500ml ペットボトルぐらいのスリットがあります。着丈がサイズチャートで見ると80センチもあるんですよ。着丈長いですがスリットが入っているんで、まだマシに着れるんちゃうんかと思って今回購入に至りました。ポケットが追加型のノンポケット仕様でございますね。で素材に 32% レーヨンが入っていますので、このように、ね、ドレープ感があります。ドレープ感ね、好きな方多いと思いますのでおすすめでございます。で今日はそれと同じでスリットシャツ、結構もう一個の柄がない方を見てきたけど、柄がない方はねより生地が硬くて、なんかまでもゴワゴワ、なんかこれゴムで作ってるみたいな生地感やったんで、ちょっとやりました。僕はこっちの方がおすすめです。ちょっと着ていきましょうか。せーの、はい、着てみました。はい、着てみました。いかがでしょうか。こんな感じでかなり着丈長いです。 164.5cm の服では S でもうバッチリやなっていうサイズ感でございます。で着丈見ていくとこのような感じで、かなり長めですがスリットがめっちゃ深く入っている分、ワイドパンツと合わせたらなんかそこまで長えなっていう感じもしないですね。まあもちろん長いけどね、長いけどなんかもうなんか長すぎみたいな感じはないですね、うん、なんか絶妙な作りでございますね。これなんか結構見幅がちっちゃいやつやったら長く感じるけど、全体的に大きいんでなんか意外と着れちゃうようなアイテムでございます。なのでロングシャツとか好きな方にはめちゃめちゃ刺さるアイテムかなと思いました。合わせ方はこのようにワイドパンツと合わせる方が自然に決まりますのでおすすめでございます。でまたこの着回しとかみたいにその辺で撮っていこうと思います。じゃあ次、お次のアイテムがこちらです。ブローのリラックスフィットシャツでございます。で素材がポリエステル65、綿 35% なので、シャツの割にはイージーケアなシャツでございます。でリラックスフィットシャツでございまして、若干ゆったりしたサイズ感なので僕は M サイズを買いました。カラーがグレーでございます。まあいわゆる普通のシャツでございます。ちょっとね大きめなんで S を着した時には結構ちっちゃかったんですが、僕はその間を取って M にしました。上品なグレーのシャツでございまして、見た目綺麗なシャツにしてはイージーケアなアイテムでございます。どこに僕このアイテムやと思ったのが、ちょっとねリラック
ックスフィットなんですよ。今のシャツ全部がこうオーバーサイズか、まあ、普通のレギュラーフィットの数が多いと思うんだけども、そこでこうちょっとでかいこのサイズ感が絶妙にはまりました。で、ボタンもちっちゃめで、まあ、見た目は結構完全なのも綺麗めのシャツでございます。じゃあ着ていきましょうか。せーの、はい、シャツ着てみました。いかがでしょうか。着丈が M サイズ74センチとちょっと長めなんですが、リラックスフィットシャツなのでこのようにオーバーサイズのワイドなパンツと合わせれば全然着ていただけるようなアイテムでございます。逆にもう S は袖口が締まりすぎたり全体的に、ね、なんかちょっとちっちゃいなっていう印象だったので、僕は M でこのように着用しようと思いました。ちょうどなんかオーバーサイズすぎずといってきつくもなく、ほんまにちょうどいいリラックスフィットやなって思います。で、しかもこの色はめちゃくちゃ高級感があって、もうめちゃくちゃ気に入っております。で、このシャツがなんとお値段が1990円です。めちゃくちゃ安いんで、ぜひ皆さん購入検討してみてください。めちゃくちゃいいアイテムでございます。で、お次紹介する商品がこちらですね。これお名前がドルマンスリーブティーカッコゴブスルでございまして、この前このグレーのボーダーを買ったんですがめちゃくちゃ良かったんで、同じ S サイズでブラックも買いました。お値段が1490円です。めちゃくちゃ安い。で、このアイテム決めた点がこの生地の薄さとこのドレープ感ですね。なんかほんまにね、パッと1枚さらにと羽織れるこのクソ厚い夏にぴったりなアイテムで、着丈も長いんですがこうラウンドカットになってきて丸みを帯びてるんで、そこまでこうクソ長いなっていう印象も思えます。で、ドルマンでオーバーサイズ、なんかねめっちゃね体型にフィットするっていうか、生地が薄くて柔らかいからどんな生地でもフィットするんかなって思いました。で、首元も詰まっておらず緩いんで、なんか僕みたいな顔が大きい人には顔がちっちゃく見えてめちゃくちゃねいいアイテムだと思います。やっていきましょう。せーの、はい、着ていきました。いかがでしょうか。やっぱめっちゃいいですよね。多少のこうお姉感はあるものの、やっぱ僕似合ってるな。ほら、よくない、よくないけどもうお姉やん。この首元が結構広い感じでめっちゃなんか僕に似合ってる気がしますね。で、着丈も結構80センチぐらいあって長いねんけど、なんかラウンド買ってからそんなクソ長いって印象も覚えへんし、でクソ長いなって思ってもこんな感じでタックインしても別に問題ないんで、あまりこのシャツはお気に入りのシャツ、ジーグ史上一番気に入ってるかもしれない T シャツでございます。この首周りがセクシーでいいよな、これほんまに。で、素材もメイン100なんで別に安っぽさもないし、 GU とかの化学繊維のシャツってさ、こうテカるやん、テカんでがほんまに嫌で、これはコットン100なんでもちろんテカりもないですし、こんだけね照明浴びてもテカってないんで、めちゃくちゃ高級感があっていいと思います。結構なんかまるでこう高いブランドのデザイナーズブランドのシャツのような雰囲気もあって、僕は非常に気に入っております。僕はあのタックアウトして着ようと思います。タックインがまま似合わないんでタックアウトしてこのように着ようと思います。その抜けた雰囲気がなんか絶妙で僕結構好きっすね。で、コーデはまた別の動画で紹介します。楽しみにしてください。はい、今はシャツ2点とカットソー1枚を紹介していきました。ぜひ皆さん参考にしてください。で、このシャツではこのように低身長でも低コストでかっこよくなる方を発信しております。ぜひ皆さんチャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。ではご視聴いただきまして、明日はまた次回の動画でお会いしましょう。以上、アリクルシ。